バスケットボールの第93回天皇杯、第84回皇后杯全日本選手権、日本バスケットボール協会主催、共同通信社共催、3次ラウンド第1日は25日、栃木県立県北体育館など全国8会場で行われ、B リーグ1部、B1、生が登場した男子の5回戦は栃木、北海道などが勝ち上がった。琉球ゴールデンキングス、B1 はバンビシャスなら、B2 を 77-52 で制した。26日はライジングゼファー福岡、B2 と対戦する。B1 に挑んだ B2 勢では福岡が大阪に 76-70 で競り勝ったほか、秋田は富山を、愛媛は三遠を、茨城は SR 渋谷をそれぞれ破った。女子は W リーグ勢が出場して4回戦があり、三菱電機に挑んだ全国高校総体優勝の岐阜女高、岐阜は 53-83 で敗れ、昨年の全日本大学選手権を制した白鴎大、栃木はトヨタ紡織に69-89で屈した。秋田銀行、秋田が東京羽田を90-63で破った。26日は男子6回戦、女子5回戦が行われ、共にベスト8が決まる。キングス、B1、77-52、27-99-111-7-1224-20。なら、B2 のバンビシャスナラを相手にしたキングスは、攻守のリバウンドで力を見せると、1-9 から18点差のリードを作る。2-9 だけでは奈良に2点上回られたが、後半は着実に点差を広げていった。古川貴俊、アイラ・ブラウンが日本代表チームに招集され、スターティングメンバーとして出場した田代直樹は、守備とリバウンドで引っ張っていく思いを出せた、と語った。26日の相手は大阪エベッサ、B1 を破って勢いに乗るライジングゼファー福岡、B2。福岡県の大濠校出身の津山翔太は、高校の先輩もいるので、プレーで見返せるように頑張ります、と気合を入れた。